皆さんは洗濯機を使ったことがありますか私は嫁の手伝いもするのも好きですが家電の動きを見るのも大好きです自動洗濯機がどのような仕組みで動いているのか一緒に考えてみましょう洗濯槽の下に羽根車がありそれが回転することによってセンサーで布の質と量を判別します その後水と洗剤が適切な量に入り洗濯が始まります光センサーで水の透明度を測りゆす時間と回数を割り出しますこのような機械工学メカニクス電子工学エレクトロニクスこれらが融合したメカトロニクスは私たちの生活の中で大変役に立っています例えば介護の現場では介護する方々はトイレにいる要介護者の方 の周りでいつも見守っていなければなりませんそれはトイレが終わったときに立ち上がろうとして転倒して怪我をしないそのために見守っていますこれもメカトロニクスでサポートできますトイレットペーパーのホルダーに加速度センサーを取り付けトイレが終わった時の仕草トイレットペーパーを引き出すと自動的にマイコンを経由してスピーカーからおトイレが終わったんですね今行きますから座っていてください そのようなメッセージが流せますさらに介護をする方々のスマートフォンにも、えー、トイレが終わったんですねそういったメッセージを流すことができます農業の分野でもメカトロニクスが役に立ちます例えば密閉されたビニールハウスの中で農薬を散布するとどうしてもそれを吸い込んでしまう特に農薬の中に転着剤が含まれていると肺につき健康被害を起こすこともあります そこで求めやすい農薬散布ロボットを開発しました作物を画像解析し認識するとそこの部分だけに農薬を散布します作物がないところは通り過ぎ時間の短縮にもなりますこのような農薬散布ロボットが大活躍するわけです今お話したように農業・工業・介護・福祉・医療機器にその応用を示しているメカトロニクスの現状と未来について 考えてみましょう。